はい、今日は河原に行ってきましたので、その動画をお見せしたいと思います。この日の第一野鳥さんは白石霊さんでした。朝早く行ったので、朝日が綺麗に差し込んでいて、うまく撮れたかなと思います。鳴いていますね。落ち着きない様子でキョロキョロしていました。で、白石霊は歩くとき頭を固定して歩くんですけど、これは外の景色を見るときに、できるだけブレないように歩くときにしていると言われています。まだ理由は解明されていないみたいなんですけど、一説として、まあできるだけ固定して動くようにするためと言われています。で、モズの幼鳥さんがいました。で、遠くに鳥がいるのは見えたんですけど、逆光で何の鳥かわからなかったんですけど、このモズの特徴的な尻尾の動きですね、クリンクリンと円を描くように回す仕草が見えたので、あ、モズかなと思って行ったらモズでした。で、これは八花鳥です。私も初めて見たんですけど、20羽ぐらいの大群がですね、いきなり河原の方に降りてきて、私も一緒に走って取りに行きました。で、これは大きなバッタを捕まえていて、周りに取られないように一匹動き回っていました、ね、ちょっと今羽が見えた時に白いラインが見えたと思うんですけど、カザキリバネに白いラインが入るのが特徴的です。で、とてもムクドリに近い種で、声もとてもムクドリに似ていますよね。まあ、ちょっとムクドリより少し高いかなという印象でした。おそらくこれは幼鳥ですね。色が薄いですね。成長は冠羽、トサカが立派ですね。今声が聞こえてるかなと思うんですけど、ムクドリよりちょっと高めの声をしています。で、同じように地面を歩き回って餌を探すみたいです。たまにムクドリの中に一羽紛れているみたいです。この子はちょっと頭が白いですね。緩和中なのかもしれないです。目が眼光が柿色で、体が真っ黒なので、結構ほっと見いかつい姿をしています。この奥に一番ボスみたいな大きい八花鳥がいました。すごいトサカも立派でした。で、お尻の下はちょっと白色が入るみたいです。で、調べていたら、お尻の下が全部白いのが大八花鳥という亜種もいるみたいですね。で、モズ、さっきと同じモズの幼鳥かもしれないです。で、ムクドリもいました。ムクドリはよく家族単位で群れているので、とても微笑ましいです。カラスが綺麗に並んでいたので、ちょっと撮ってました。で、これはイタチなんですけど、ちょっと草むらの中でちょっと見えにくいんですけど、急に道路を横切ったので急いでカメラを回したんですけど、ちょっと草むらの中に逃げて、
これが立ち上がってちょっとこっちを見てるんですね。でお互いギョッとしてるんですね。私もギョッとしましたし、イタチもギョッとしているみたいです。ホモズがたくさんいました。やっぱりこの時期になるとモズたちが縄張り争いをするんですけど、オスの方がまあ強いみたいで、メスは端っこに追いやられがちです。でオスはここの秋に取った縄張りで、春になったらメスを呼び込むみたいです。でスズメたちが水たまりで水浴びしてたんですね。すごい可愛かったんで撮っていました。幼鳥も混じってるみたいです。砂浴びもスズメはするんですけど、水浴びもしますね。スズメはとても気持ちよさそうですね。こういうちっちゃい水たまりでも水浴びできるので、それは小鳥の特権ですね。一回アスファルトの上の小さな水たまりでも水浴びしてるのを見たことがあります。これはカモがいたんですね。でもちょうど草に隠れていて何カモかわからなくてずっと撮っていたんですけど、おそらくサイズの大きさからして子ガモだと思います。水浴びをしているようですね。水鳥も水浴びするみたいです。やっぱり水の中に常時いても背中あたりはやっぱり水浴びできないからでしょうね。こうやって背中に水をかけて綺麗にしてますね。でさっきの羽ばたいてるところをスローで再生してみると、翼鏡が青なので多分子ガモですね。これはアモですね。緑っぽい青ですね。アモは、冬鳥の中でも渡りが早いので一番早く見かける印象です。モズのオスが高鳴きをしていました。河原はやっぱりモズが多いですね。まだ生贄をしているところを見たことないんですけど、いつか見てみたいなと思っています。あ、生贄じゃない、早贄でした。で、小雨じゃない、エゾビタキですね。エゾビタキが河原に行ったのでびっくりしました。河原にいるイメージなかったので、ちょうど渡りの時期で河原に来ていたのかもしれないです。モズがたくさんいます。これもモズです。これだけいると縄張り争いも大変なんでしょうね。はい、でこの後ちょっと干潟に行ってきたんですけど長くなったので、今回はここで一旦終わりにしたいと思います。ありがとうございました。